こんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。今日はこちらのオフィスで撮影を行います。何をするんですか？はい、こちらはファーストロジックという企業ですけれども、社員の選考をある変わった方法で行っているらしいんですよ。はじめさん、何だと思いますか？それは一発芸ですね。いや、面白いですね。笑いを取ったら勝ちと。楽しそうですけれども、こちらの企業が行っている選考試験とは将棋選考になります。将棋選考ですか？それは我々は絶対に受かるやつじゃないですか。我々にぴったりですよね。詳しい方法までは知らないんですけれども、とにかく将棋で選考を行っているらしいということで、今回はプロ棋士と元将三段がやれば就職余裕説というのを検証していきたいと思います。我々人生初めての就活ですからね。ね、ちょっと緊張しますね。うん、ワクワクするし、ね、社会人、新社会人になれるような感じがするので楽しみです。ちょっと何を気をつけなきゃいけないかとかね。ちょっと気になりますね。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ということで、詳しい方にお越しいただきました、はい、ファーストロジック人事責任者の菊池さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ファーストロジックというのはどんな会社なんでしょうか？はい、はい、当社はですね、楽町っていうサービスやってる会社でして、楽町っていうのは不動産投資のプラットフォームというものです。不動産投資というのが、物件を買って人に貸すっていう、貸して家賃を得るっていうビジネスですね。つまり大家さんになることを指すんですけど、そういう方向けのプラットフォーム、ウェブサイトを運営していて、その業界の中では国内ナンバーワンのサービスになっています。ね、そのファーストロジックさんなんですけど、はい、なぜまた将棋専攻というのをやっておられるんでしょうか？はい、そうですよね。将棋専攻やってる理由は、論理的思考力が高い方を採用できるかなと思っているからなんですね。当社このファーストロジックっていう社名なんですけど、この社名がですね、論理的思考を最初にしようって意味でファーストロジックなんですね。それぐらい論理的思考をすごく大事にしている会社で、で将棋っていう競技も論理的思考がすごく大事な競技だと思います。2手先3手先を読むと、そういった考え方お持ちの方であれば、論理的思考を大事にしている当社で活躍できるんじゃないかなと思って、将棋での専攻を始めました。将棋やってる身としては本当に嬉しいことですね。嬉しいですね。ぜひ入社して。ちょっと入社できるか頑張りたいですね。具体的な将棋専攻の中身というのはどんなものになってるんでしょうか？はい、プロ棋士の方と対局していただいて、勝ったら当社の専攻、まあ、何ステップかあるんですけれど、うん、ある程度飛ばして後半から受けていただくことができますよ、というものになります。将棋の強さだけっていう感じなんでしょうか？もちろん将棋の強さも一要因なんですけれど、将棋の強さだけではなくて、うん、対局に臨む姿勢ですとか、やはり礼に始まり礼に終わる競技だと思うので、うん、そこの礼儀正しさですとか、そういった部分も加味した上で合格不合格は判断させてもらっています。はい、素晴らしいことですね。うん、はい、普段の採用ですと面接、私とか人事の人と面接してもらって、うん、でお話聞いて語学を決めるんですけど、今回はプロ棋士の先生をお呼びしておりますので、そちらの方と対局していただいて、勝つか、あるいは勝つまでいかなくても良い姿勢で臨むことができれば合格とさせてもらいます。はい、承知しました。我々採用を目指して頑張りたいと思います。頑張りましょう。頑張ってください。ファーストロジックの社員の皆様です。今回将棋専攻を一緒に受けていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。意気込みをお願いします。はい、今日は頑張ってさせていきたいと思います。ただの捨て駒にはならないぞ。いい将棋をするように頑張っていきたいと思います。ベストを尽くせるように頑張ります。緊張してませんか？いや、肩の力を抜いて、いつも通りの感じで楽しんでください。おー、素晴らしい。もう少々状態、これも先行の一環ですかね。これは採用間違いない。失礼します。木本さん、先生、お待たせしております。1年ぶりです。あ、そうですね、ご無沙汰しております。ということで、今日はですね、将棋専攻の試験官として瀬川先生にお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
で今回将棋専攻のルールなんですけれど、はい、持ち時間は応募者専攻受ける側の人は10分、はい、一方瀬川先生側は無制限、あ、はい、時間なしとしています。本来のルールは持ち時間お互いに10分なんですけど、はいはい、今回ちょっと動画ということで書いてあります、はい、で受ける側応募者側は3人いらっしゃいます、はい、なんで3対1の多面差し、はい、瀬川先生1人の多面差しで、はい、計 2回分ですね、はい、合計6人の選考を行っていただきます、はいはい、でその6人の中から最も採用したいと思った人を2人選ぶ、はい、6人の中から、はい、はい、ということなの で、はい、でその2人誰にするか私と瀬川先生の意見を合わせて決めようということになっております。わかりました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、そうですね、結構ね責任ある立場なんですけど、まああの将棋の内容だけでなくやはりその礼儀とか、まあ、そういその人の爽やかさとか、まあ、そういったところも、注意してみながら、させていきたいと思います。こちらですね、異様な雰囲気があると思うんですけど、いやちょっと生まれて初めて経験です。そうですよ、かぶり物した人とさせていけなくて、そうですね、ちょっと誰が誰だか分かんない状態でさせていただこうと思いますので、はい、この状態で、はい、困惑してるね。困惑してますね。なんかメモとか、あ、メモも、あ、そうか、普段は取られてるのか、採用の選考の時です。すごい。去年写しながらちょっとメモ取ってらっしゃる。あ、そうですか。いや、本気で臨んでくださってるところの。すごいっす。いや、でもこれ見た目だけじゃ本当によく分かんないですね。いやー、ちょっとこれは楽しみです。では始めていきたいと思います。皆様よろしくお願いします。じゃあ、ちょっとロックをしていただいて、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう始まった。緊張感ありますね。うん、結構全然緊張します。あ、手つきバッチリですね、大川さん。牛さんも手つきがいい。あ、馬さんはそっと角道を開けた。みんなさん角道を開けた。お、オオカミさんもいいじゃないですか。フリーチャトですかね、もしかして。あ、オオカミさん、お、皆さん一緒じゃないですか。本当だ、ですね、仕立ての差し方、珍しい。そういうドッキリだと思われるんだ。全員同じ差し方で。あ、でもここで違いました。牛さんが位を取って今回は全部2枚を違ってやりということですけれども、本当の将棋専攻は平手の対局なわけですよね。あ、そうですね、うん、持ち時間の方も、今回下手側は10分30秒となってますけど、問題のとは少し今回は特別ルールということでやらせていただいております。さあ、四間飛車が狼さん、牛さん、四間飛車、馬さんも振り飛車にしそうな感じがありますね、うん、お、すごい。ごいこんなことがあるんですね。珍しいですよね。ハースオーエクさんの社員さん同士で刺されることとかあるんですか。はい、やってる社員もいます。はい、それこそ将棋専攻でその通過された久保田さんがいらっしゃってからは、その久保田さんがあの指導してくださりながら、あの社員に手を教えるっていうようなこともあのしてくださってるのをちょくちょく見かけるので、はい、毎週月曜日、お、週に1回ですか、すごいという話でできてたりできなかったりするんですけど。久保さんはちなみに実力のことは、はい、気力はあるんですか。もともと奨励会に入ってて、はい、初段まで行きました。めちゃくちゃすごい。将棋王座と6段ぐらいですか。もっとありそうですね、それね。そうすればな。思い出しますか、その将棋専攻の受けられた時の様子をこのご覧になってて。いやー、ちょっと画面の左半分左半分か、そう。あ、メモしてますね。うわー、何をメモしてるんだろう。これ気になる。ちょっとなんか書かれたなっていう。なんかまずいことしたかなって思っちゃう。そうですね。僕も社員ですけど、初めてこう将棋専攻の場を目にするのは初めてなんで、
こういうふうにされてたんだなっていうのをすごい勉強になりますね。人事の方も後ろからご覧になられていてそうですね、いや緊張するな、まさすでも局面としては皆さん順調に顧問を進められて素晴らしい指し回しですよ。示し合わせたように同じような指し回しですね。上手も似たような形ですね。ちょっと金の位置だけ少し違いを出してますけれども、この後はどのあたりで戦いが起こりそうですか。あ、そうです、今馬さんが飛車を向かい飛車にね振り直しましたけど、これ素晴らしい構想で8筋が上手の弱点なのでそこを狙っていってますね。で駒落ちの基本的な考え方としては、弱いところを狙っていく、だから駒が少ないので上手側は全部を守りきること難しいんですよね。まだその弱点を見つけてそこを狙っていくっていうのが結構、まあ、理屈かなというふうに思いますね。なるほど、うん、だから馬さん構想力素晴らしいんじゃないですかね。隣の対局も気になりますよねきっとね、勝ってるしね作戦が似てるとなおさら見たくなっちゃう。あんまりキョロキョロしてるとなんかこうマナー的に良くないみたいな感じでなってしまいそうだし、はあ、牛さん9七角と角を覗いた、これはどういう狙いですか。なんか6筋をね一気に攻めようとしてるんですかね。飛車角銀で突破しようとしてますね。おお、でもこの瀬川先生の3二金はいや実は深い一手で、なんかこれ金9七の角で4二の金を狙われてしまっていたんですけど、それをあらかじめ避けたっていう、一気には倒れないぞということですね。あ、狼さんも銀を7五まで持ってった。おー、メモが来ましたよどういうこと書かれてるんだろう。指しながら書くんですね。なんかゆとりを感じますね都度感じたこと、プロ棋士の余裕。いやでもやっぱ瀬川先生としても責任感がめちゃくちゃあると思うんですよね。やっぱこう企業採用って企業のだっても肝とも言えるじゃないですか。それに携わらせていただくっていうのは棋士としてねやっぱりしっかり務めなければいけないみたいなところが大きいと思うので。今オカミさんの方、瀬川先生銀を引きましたね。おお、柔軟なというか、もしかしてちょっと、なるほど。でもこう銀引かれると突破の仕方が難しいな、固められてしまいましたもんね6筋をね。だからなんか馬さんみたいに8筋に飛車を転換していく形で持ってきたい気もするけど、まあ、6四歩はいいかな。お、馬さんのところは銀と銀がぶつかりました。一番激しいのは馬さんのところかな。渋い手が多いですね。なんか瀬川先生も本気モードな感じがするですね。なかなか結構駒落ちだと下手に花を持たせてあげようっていうプロの方も多いと思うんですけど、ここは先行ということで真剣勝負なんですね。ですね。でもこういう苦境に立たされた時っていうか、どういう風に局面を打開していったらいいか分からなくなった時にこそなんかこう大事なものが出そうなので、そういうのもなんか考えて瀬川先生はなんか駒を進めてる感じがしますね。3局とも形勢はまだ分からない。そうですね、うん、でも下手が基本的にはうまくやってますね全部。あ、馬さんの4八歩は手堅い性格が出ましたねこれは手堅い人ですよ相当。あの、なんでかっていうと4七の地点を守った手が4八歩なんですけど、4七の地点って5六銀3八銀5八金ともうすでに3つ守りがいた状態なので、さらに歩で守ったってことはもう相当手堅い人ですねこれをどう見るかですね瀬川先生が。そう、将棋で結構性格診断できてしまう。できそうですね。なんか皆さん駒運びが美しいですね。いや綺麗な将棋です。いやなんか私がこう見てると全員採用したくなるぐらい皆さん素晴らしいですけど、マナーもバッチリですよね。いや駒を置く場所、駒のちゃんとマス目の中にねしっかり入ってますし、あ、ちょっとでも狼さん対局時計を押すの忘れたかな今。
そんな気がする。夢中になってくるとね、対局時計押し忘れてしまうんですよね。そうすると自分の時間だけ減ってきちゃいますからね。オオカミさん、気づいた。熱中すると、はい、気をつけないといけない。確かに。でもこれももしかしたら熱中すると周りが見えなくなるタイプとかね、確かになっちゃうかもしれないんで、はい、厳しいですね。でもなんかこういう物事っていろいろな見方ができるじゃないですか。うん、こう周りが見えなくなるぐらい集中できる集中力があるっていうふうに見る場合もあれば、はい、なんか周りのことを考えられなくなってしまうっていうマイナスの面でね、見て見ることもありますし、そういったところも気になりますよね。いや、私は本当に就職活動したことがないので、そうなんですね、今回がなんか貴重な機会で、どういうところを見られるのかっていうのがとても興味あります、ね。いや、大学は行ってたんですけど、大学時代に、大学3年生の終わりくらいに友達とかが就活の話をずっとしてて、なるほどそうなってるんだとか、こう自分もやってみたいなとかね、思った時はあったんですけど、実際に受ける機会はなくて。だから最初 ES ってあるじゃないですか。あ、はい、ES がもう何の略かまず分かんなくて、ね、ES って何だろうって聞くの恥ずかしいなと思って、ね、聞けなかったりとか。オオカミさんもいい形が作れましたね。64でぶつかりましたけど、馬さんがちょっと苦労してるかな。いや、うん、形はいいんだけど苦労してるって感じですね。オオカミさん3人の印象とかありますか。どうですか、その方見て。やっぱり牛さんはなんか手慣れてる感じがします。会長にあの左端の金銀2枚とも持ち駒に変えてしまいました。確かにスポンがさばけたっていう感じですね。うん、馬さんは綺麗だし手堅いかな。だけどやっぱり攻めないと勝てないんですね、将棋はね、最終的には。だからどこで攻め筋を見出すかっていうところですね。オオカミさんは綺麗ですね、すごい。局面の方を必死に読みながら、あ、王手がかかりましたよ、オオカミさんのところ。五三銀いきなり打ち込んでったわけですね。これはもういきなり潰してしまおうという、うん。あ、牛さんも激しく行きましたね。飛車捨てていった。いや、ほんとだ。わー、大胆な。これをどう見るか。メモしてますね、すいません。いや、やっぱり局面が大きく動いた時とか、そういう時にメモされてる印象があります。馬さんも香車を使ってね、いろんな駒を使うっていうのは将棋で大事なことで、うん、それぞれにいい点を見出せますね。ただ玉頭攻められるの嫌ですね、これ受け受けじゃ大変だな。同歩に多分2五歩とかあって、ちょっと嫌がらせをしてくるんじゃないかな。なんかこう駒落ちの時って下手側から攻めるのはまあ簡単っていうか分かりやすいし方針が決めやすいんですけど、上手から攻められた時に一気に大変になるんですよね。受け間違えるといっぺんに、うん、負けになってしまう感じで、まあ、なんかこう攻めは相手の陣地で戦いが起きてるので、まあ、ちょっとのミスだったら問題ないんですけど、受けだと自分の陣地で戦いが起きてるんで、負けると自分の玉に直結するんですよね。なんかそうすると危ないっていうのがあって、受けの方が、あ、やっぱり2五歩来ましたね。これは嫌だな。馬さん耐えどころです。オオカミさんもこれどうする、2二銀って打つ手をやるかどうかですね。お、金を強い、強い、オオカミさん聞こえていたかのように。すごいじゃないですか。これは桂と銀、桂と香車両方狙ってるんですけど、香車を取るとなんかこう自分自陣の守りにも役立って、なんか橋を攻められるのが嫌なんですけど、それの緩和にもなるんで、なんか局面が広く見えているっていう感じがしますね。わあ、4二金打ち、牛さんのところも野生が先生本気モードですね。最後の先行の時は本気でやっぱりやってきてる感ありますね。うん、馬さんも着実に攻めてはいるんですけど、香車2枚をね上手に渡してしまってるので、玉頭を攻められるのが嫌ですね。なんか2一香と2二香って香車2枚並べられるとピンチかなっていう感じ。オオカミさん香車を取った銀をまた成らずで活用して、強い、すごい強い。
あ、秒読み始まりましたね。あ、馬さん、これは玉頭の歩に対して早逃げですね、うん、攻められちゃいそうなので逃げたと。いやでも攻めてきたな。いや怖い。次2八取ってやられると詰んじゃうんでね、ピンチです。馬さん、いやいやいや、瀬川先生やっぱさすが強いな。当たり前。あ、これ追歩もいい手ですね。狼さん相当強いぞ。すごい、なんか参考になる手筋が、うん、これ同歩同飛車ってやって8五に飛車回ろうとしてるんでしょうね、きっとね。すごい構想力ですけどね。広く盤面が見えてるな。いやこれ私だったら狼さん採用したいですね。おお、視野が広いという、うん、おお、寝坊してる。うん、視野が広いって書いてるから。7三桂って上手からね跳ねる手があって、実際こうその8五飛車の構想がうまくいくわけではないんですけど、でもなんかこう狙いがちゃんと伝わってきて、やりたいことが伝わってくるので、それがすごいいいなと思って。うわ、この牛さんの4一金も強いな。これはなかなか見えない手ですね。これ取るともう竜を取ってしまうという、うん、これはやつだなという感じが伝わってくるな。これはあいつだなというただものではないな。うん、5三銀ね。これ5一金打ちってやってきたら嫌なやつですね。強すぎてちょっと嫌だな。強すぎるのは吉と出るか凶と出るか分かんない。どうなんだろう、どうなんだろう。でもまあ将棋は相手の嫌なことをやるゲームだからな。あ、いやー、やりましたね。いやー、嫌なことやってきた。今さんも土俵際でうまく戦ってます。ああ、そうですね、2八歩がいい粘りですよね。こうしのげば8三桂内で突破できる。うわー、どうなってるな。でもこういう時とかにはなんかこう最後まで諦めない姿勢とか、そういうのとかが見られそうですね。どう投げ出してしまうかどうかとか。そうですね、うん、そこは大事ですね。うん、おお、五六分厳しい手だな。おかみさんの方も瀬川先生や時計もうまく使ってきました。秒読みになると焦りますよね。はい、ちょっと馬さんは局面としてはピンチですね。おかみさんは攻められてるけど、まあいい耐え方をしたかな、ここは。牛さんは、うん、勝ちに近づいてってますね、着実に。うん、ひー、桂馬が2枚来た。ひー。これは痛いですか、ちょっと。5、7の地点受けること難しいですね。あ、馬さんのところが、ピンチ、大ピンチ。大手がかかって、これ、よくそうですね、引くしかないんですけれど、2八銀とか2八ととやられて、とどめが刺されますね。詰んでしまいます。あと1手ですね、まさのところ。さあ、詰みましたけど、どうなるか。プロは強いですね。強いですね。うん、牛さんが瀬川先生の玉を詰まそうとしてますか、これ。4三玉の時にさあどうか。これを詰ますとかっこいいんですけどね、牛さん。詰みがあるかな、どうかな、どうかな。もう4五飛車。狼さん、かっこいい手が。かっこいいな。オオカミさんは攻め将棋ですか。うん、攻め将棋ですね。でもこう左右強撃っていうんですか、2二の銀と7三のと金が王様を左と右から両方から囲うように攻めてるじゃないですか。それってすごくいい形とされていて、玉は包むように寄せようっていう格言があるんですけど、それを地で言ってる素晴らしい攻め方ですね。牛さんはただただ強いな。積みをしっかり、そうか、3二銀から3五金ちょっとやるとは思ってなかったな。なるほど、素晴らしい。詰ますところはしっかり詰ますと。おお、いや、狼さん攻め将棋でした、やっぱり。すさまじい攻め将棋でした。
あどうなんでしょう、攻め切れますか。ちょっと慌てたかなって感じありますけどね。6四歩と垂らしとくとかが良かったかな。あ、牛さんが勝利。さすがですね、丁寧なお辞儀をして勝ったか。はい、牛さんのところは、はい、4三玉と逃げるしかないんですけど、3二馬と引けば詰むってですね。はい、これは狼さん、ただ1匹と局面としてはちょっと狼さん苦戦に陥ってます。飛車と角両方取られてしまったのがね、痛いところですかね。で、2枚落ちだと最初自分しか飛車角がないのが、今現状だと瀬川先生の方に飛車角がありますから、戦力的に厳しくなってしまったかな。ちょっと牛さんなんか余裕で背もたれに腰をやってるけど、ちょっとそれメモされちゃったんじゃないかな。いや、なんかほっとしてもう休んでますもんね。それはどうなのかな、牛さん。まあ、大手でいっぱいいってますが、かわされてちょっと2二の銀と3三の金が取り残されちゃったかなっていう感じはありますね。いやでも頑張ってます。いや2枚落ちでここまでさせれば、お米さんも素晴らしいです。2回転で我々も誰がどの変わり者なのかちょっと想像してね、あの視聴者の皆さんにご覧いただきたいですね。そうですね。5五玉と、玉が上に逃げてきましたね。で、上に逃げられた時にこう待ち構えてる駒がなくて、玉を捕まえることが難しくなっちゃう。まあ、6七銀と打って守ってみたいかな。あ、焦ります。あ、間に合うかな。お、はい、焦りますよね。いやでも、おお、でもすごい鋭い手が来た。角で、いやかっこいい手ですね。さすがプロという手。攻めが早いです、ね、あ、早い。ここで投了。おお、この投了はすごいぞある意味ですよね。なんていうか、まだ詰みが詰むまですごい時間かかるんですよ。5玉4八と2八玉3八とまだまだ結構かかるので、まあ狼さんはもう負けを悟って投了されたわけですけど、それはすごい迫力、逆に迫力が強いのが伝わってくるっていう、ちょっと読み切りましたね。うん、すごいけどプロの先生ならここで投了。そうですね、プロっぽい投了の曲ですね、これは。かっこいいですね。それでは第2回開催いたします。よろしくお願いします。あ、お願いします。よく笑わないですよ。よく笑わないで生きていくかもしれない。いや、すごくないですか。はい、真面目なのが逆に面白いですね。そうですね、真面目ですね。すごいシュールな感じで、はい、さすが。ブロックをしていただいて、よろしくお願いします。すごい、ね、シュールライブが始まりましたね。はい、最初にはゴリラさんに指しましたね、はい、瀬川先生が。まずはもう銀を上がっていくのはもう定石なんですか。あ、そうですね、はい、銀上がっていくのはまあ上手の定石となってますね、はいはい、で、まあ、下手がまあ基本的にはまあ定石系をやるか、それともまあ違う力戦系でいくかというのはまあ結構分かれるところなんですけど、まあ2枚落ちだと大体その2歩突っ切りっていう定石か銀立てっていう定石がまあ一つありますね、はい、あ、でもゴリラさんはあれですね、はい、定石をやろうとしますね。あ、でも定石系が多い今回、はい、そうですね、はい、これが定石なんですね。そうですね、今のこの風付きが、あ、みんな同じ、でもみんな一緒だ、みんな同じ、みんな定石でいこうという作戦、ね、これあれじゃないですか、作戦立ってたんじゃないですか、ね、完全立つんじゃないですかね、はい、これはこれはちょっと面白いですね。さっきの振り飛車に合わせて、これはどっちなの、二歩付きなのか、それとも銀立て、みんな同じ攻め方で言ったら、はい、みんな勝つか、負けるか。あ、でもこの瀬川先生が今チェックされてるの、はい、ここは定石系で来てるとかっていうのが書かれたりとかするんですかね。あ、何を評価してるか気になりますよね。そうですね、はい、ちょっと我々ちょっと試験飛車だったんで評価されてるかどうか心配ですね、ちょっと。
これ定石で行くか行かないかっていうのは性格って出るものなんですか、将棋って。あ、結構出ますね。出るんですか。はい、なんかちょっとあのなんて言うんですかね、こう品のいいというか、はいはい、品のいいタイプは結構その定石系で行くことが多いですね。ちょっと力戦派みたいな人は振り飛車で結構行くことが多くて、結構私はどっちかというと力戦派なんで、結構振り飛車でやったりもするんですけど、だからそういうのもちょっと人間性を見られたりしてるかもしれないですね。若干震えながらも頑張ってやってるんで、練習の成果を出そうという気概が。いやでもなんか虎さん強そうですね。虎さん強そうです。虎さんなんか手つきはこうキュッてしなってますからやっぱりなんかしなりありますよね、やっぱりこの。いやいやありますね、はい、しなりは重要なんですね。しなりはあれですね、なんか気持ちを込めるとかそういう。じゃあそれだけ指し方に個性が出ると、将棋専攻で人柄を見るっていうのもやっぱりできる。でもかなりできると思いますね、はい、持ち時間の使い方で結構、あ、この人はこういうなんかなんて言うんですかね、うん、まあ慎重な性格なのか、はい、こう思い切りがいいのかとか、はい、そういうのは分かるかなと思います、ね、そうなんですね、うん、へえ。あとは多分飛車とか角の動きとかでも分かるかもしれないですね。そうダイナミックに使うとか、ダイナミックじゃない大駒の動かし方、はい、結構駒には結構、あ、でもなんか結構分かれましたね、はい、あれ羊さんが、うん、あれ銀立てっていう作戦ですね、はい、でゴリラさんも銀立てで行こうという作戦ですかね、はい、で、トラさんが二歩突っ切りっていう作戦で、皆さんがこう分かれて、あ、ちょっとゴリラさん間違えちゃったかな、飛車の行くところが1個ずれちゃうんですね。1個ずれてる、はい、羊さんは5筋いますけど、はい、ゴリラさんは四間飛車やってますね、はいはい、我々と一緒ですね、はい、仲間新しい手じゃないですか。新しい手ですね、これは新鮮な感じになってますけど、いやでもこれはでも結構実を言うと、はい、瀬川先生分からないんじゃないかな。これいやなんか変なし、羊さんと虎さんがかなりこうなんかこう本格的な指し回しを見せてますので、はい、これは分からないんじゃないかなという。ああでもちょっとあれですかね、羊さん落ち着きがないですか、ちょっと首を組んできて。あ、そうですね、ちょっとあの背筋がねちょっと上がってる感じ、ちょっと猫背なこれ先行だとどうですかね、はい、虎さんの方がちょっと印象、虎さんの方がなんかすごい背筋が上がってる、堂々ですね、こういい感じかもしれないですね。やっぱ先行されている方もね、はい、この背筋見てる方ですよね、はい、見てますね、はい、今ちょっと気になってますよ、人事が、ですね、人事がちょっと首がおかしい、はい、姿勢が悪いなと面白いですね。あ、でも虎さんが攻めかかりましたね、はい、あ、本当ですね、駒がぶつかって銀が、あ、いやでも虎さんはかなり一番最初に攻めてって、羊さんはどうですかね。あ、いやでもなんか皆さん仕掛けていったという感じですね。でゴリラさんだけちょっと残念なことに飛車が働いてないのがね、はい、ちょっと残念な感じなんですよね。前の歩が詰まってしまってる、うん、これ飛車がこう5筋にいたらもう最高の状態でゴリラさんは攻めれてるので、はい、できればこう飛車を振り直していただきたいですね、はい、うん、でもなんかチェックされましたね、はい、これは羊さんの姿勢が悪いっていうのを今チェックされてるからこれは危ないぞ、はい、羊さんはちょっと虎さん姿勢が最高、虎さんの姿勢すごいですよね、背筋が全部伸びてますもんね、はい、これ印象相当いいですよね、はい、ちょっと動いてきて、はい、やっぱ虎さんがこう駒の動きが早いというか、虎さんは結構早指しなんですね、あれは銀金の両桂両取りなんです。そうですね、はい、運動しの桂と言われてる桂馬なんですけど、これをできるときはもうすごい気持ちいいですね。あ、今トラさん多分気持ちがってると思う気持ちいいってなってるはずなんですよね。あ、いやでもあれゴリラさんなんかちょっと立て直してきてましたね、はい、あ、そこですか、盛り返してます、盛り返してますね、しっかり刺されてますね。いやゴリラさんと羊さんの違いがまだ私には分かんないぐらいですねでも飛車の位置だけですもんね、ほとんどね、はい、あ、でもどうですか、羊さんは
今、いや羊さん悪いこと考えてますね。これ悪い羊ですね。どういう悪い羊ですか。あれ金を取りに行こうとしてるんですよ。はい、はい、あ、金をいじめてる。金をいじめてますね、はい、これはかなり辛いことやってますね。まあ、悪い羊。悪い羊だ。相当悪い、ね、これは原点じゃないですか。原点ですね、これはね。皮をかぶってますから。羊の皮を、羊の皮をかぶってますね。あれ 金を今取って、はい、それで、まあ、リードを広げようっていう指し方ですね、はい、で、トロさんの方はもう爽やかに攻めていこうという、はい、あの私だったらやっぱトロさんの方を取りたいかな、人事だったら。羊さんはじゃあじわじわといやらしい感じなんですね。そう、いやらしい感じですね。なんかこう手を殺しに行くような感じで。なるほど、はい、でもなんかすごいこう丁寧な方なんで、対面としては、はいはい、どちらかというとこう慎重にこう来られてるなと。あ、いやでもゴリラさん思い切って攻めましたよ、ついに、はい、いい仕掛け、うん、なんか今これも啓蒙を使ったのは筋がすごくいいですね、はい、でもねこれね、ゴリラさん実は瀬川先生がここでちょっと、そうですよね、そういう感じですよね、こう刺したいけど刺させてくれない感じで刺されちゃってるので、はい、うん、ゴリラさんのちょっとネックは今飛車がすごく使えてるんですけど、角がね、はい、ちょっと使えてないんですよ、残念なことに。なんで、はい、あの角をどうにか使ってくれたらこう勝機があるんじゃないかと。そうですかね、うん、で、トラさんは順調に今攻めてますね。あら、今の歩はあれですね、喜んでますね。気持ちよかったんですよね、今の歩はね。差し方もちょっとおしゃれでした、ね、そう、おしゃれでこう言ってましたもんね。確かに羊さんだけなんかリラックスしてますね。はい、ね、ちょっと先行であることを忘れてません。先行であることを忘れてますね。余裕が、はい、完全に将棋モードに将棋モードにちょっともう大丈夫なんですかね、羊さんね、はい、ちょっとあれ、もしかして羊さんちょっと顔が前に出てるかと見えるだけで、ね、はい、実は本当はこう前を向いてます、ね、前向いてるはい、このあれですね、口のところのこのこれの問題に、そこからしか見えないですね、穴開いてるところちょっと見えにくいっていうのはね、はい、まあ、ちょっと皆さんにお伝えしなきゃいけないことではありますけど、はい、そうですね、そう、なんか虎さんは口のところから見てるんですかね。確かに確かに、目のところじゃなくて、だからああならざるを得ないですね。そうですね、はい、姿勢が虎さんのところが、まあ、一番進行が早いですかね。でちょっとゴリラさんは残念なことに角と金を取られてしまって今苦しい状況、苦しい状況ですね。あ、でもゴリラパンチいきましたね。ゴリラパンチ、銀のゴリラパンチ、うん、ゴリラパンチいきましたよ、ついに。なんかね、あ、虎さんが、虎さん強い。虎さんの方はなんで終わったかというと、今あの、なんていうんですかね、王様を上から押さえつけてるんですよね、はい、で王は下段に落とせっていう格言がありまして、王様を下に落とすことができると王様が捕まえやすいってことですね、はい、なるほど、はい、なのでこう、まあ、攻防ともに見込みなしと見て、まあ、瀬川先生が今投了されたということですね、はい、でゴリラさんが今すごい猛攻仕掛けてあと少しのところまで今行っているんですけど、はい、こうなんですかね、こう持ち駒がねちょっとね歩だけなのでね、ここがちょっとこうネックかなと、はい、あと飛車が成り込んで何か取って王様を寄せることができればいいんですけど、ちょっとその瀬川先生の駒がこう角金銀桂と持たれてますので、あ、怖いですね。先生の駒を持たれると怖いですよ、はい、ゴリラさんみたいな形で、はい、相手の王がもどんどんこう逃げる余地があるじゃないですか、はい、ああいう風になること結構多いですね。あ、なのでやっぱ下段に落とせって、ああいう風に、うん、そうですね、なんかできるだけこう上からこう、はい、押し潰すようなイメージとか、うん、挟み撃ちにするような感じですると、はい、王様は寄せやすいですね、はい、金はそこに、うん、この金はですねかなり厳しい手でして、うん、はい、あのゴリラさんの狙いとしては、うん、と金を寄るっていうのを狙ってたんですよ、はい、そのと金を寄るのを許しませんよっていう、うん、っていうのなので、はい、うん、こういう手はなかなかこう
厳しい、はい、手が見えにくくなってしまうということですね、うんうん、で今ゴリラさんは飛車を逃げたんですけど、こう飛車を取りに行くか大相撲を取りに行くかで、ちょっと瀬川先生今悩まれているという、うん、はい、うん、はい、これはなんとなくですけど飛車を取りに行くんじゃないか、ほらそうですよね、そういう感じにします、はい、今、うん、かなり厳しめに来ました。いやでも今こういう時ってやっぱり緊張感が出てきて無理になってきてね、見てるこっちも。ああでも飛車で、はい、飛車できましたね。思い切りましたね。ここで決め切ってやろうっていう感じですか。うん、なんか鋭い攻めようが見えてるんでしょうね。はい。へえ。詰ますことを読んでるんじゃないかなと思うんですけど、まだ詰まないかな。ゴリラさんはもうゴリラさんはもうやばすぎますね、はい、これはあの最後仕上げに入られちゃってますかね、はい、でもすごい最後まで頑張って出しちゃって、こうでも翔子いいんじゃないですか。むしろゴリラさんはこう、いやでもなんか、最後に残ったのは羊さんでしたね。ゴリラさんはちょっと残念なことになったんですけど、はい、詰ましに行きました。これは羊さんはもう王様が詰んでますよって言ってますね。でも本当なのかな、はい、罪はないんじゃないかな罪はないような気がするな、あるのかな、詰んでますよの合図はちょっと分かんなかったです、はい、っていうと今の感じだとこう終わりですよっていうような手を指してる、うん、でも多分詰まない詰むのかな、だから詰まずに言ってるような気もするんだよな、はい、どうかな、うん、詰まないんじゃないかな、詰まないとなるとこれ詰むかもしれないですね、うん、羊さん硬いですもんね、自陣はすごい硬いので、うん、そうですね、思い切っていけると、でも詰まないような気が、あ、詰ましに行ってんのかな、詰ましはしませんけど、小学生からずっと、まあでも罪ですね、早いですよね、うーんノータイムで行きました、雰囲気で分かるんですね、はい、どうでしょうか、うん、でもなんかそうですね、なんかあの最後時間いっぱいまで考えられてるときはあんまり詰んでないのかなとか思うんですけど、この大体5秒とか10秒で差し上げたらまあちょっと、はい、よく読めてるような気がしますね、はい、収束、でもこれもなんかそんなに簡単じゃないんですよ、はい、いやなんかこうパッパッと指してるから羊さん簡単そうに見えますけど、はい、これ全然こう簡単じゃなくて、うこれ詰まし切れたら立派なものって感じですね、正直なかなか詰まないんじゃないかな、普通の人だと。私も金が欲しいなと思って、そうですよね、金がないからねこういうとね、大手の千日手とかっていうのがあるんですよ、玉銀、はい、とか、はい、なんか大手の千日手も見えるんですけど、これで、ね、次の手がいい手が出ますかね、次の手がすごいいい手なんで、はい、羊さんが指す手をちょっと考えていただけたら、はい、そうなんですよ、はい、普通はただですもんね、こんなのやったら笑われちゃうような手なんですけど、はい、うん、ここでね、盤面を全部見ないとなかなかつまないですけど、はい、すごい次の手が気持ちいい、気持ちいい手がありますね、5五角という、はい、そうすると王様をグッと睨むという手ですね、はい、お疲れ様でした。これで以上します。ありがとうございました。ありがとうございました。最後のお礼ってことですかね。はい、トラさん長い。あ、長いですね。トラさんいいですね。なかなかね。なかなかね。まあ今のところ6名のうち3名の方が、はい、対局としては
勝たれた方が、そうですね、いらっしゃいましたね。それ以外こう負けちゃったけどもこの人は良かったみたいな方がまずいらっしゃいました。まあ、正直どうかなという、いやみんな良かったんですね実は。あ、そうですか。おー、はい、そうでしたね。常に冷静というような話もありましたね。なのでそうですね、1周目はで2周目は、はい、にしたいかなと思います僕は。はい、はい、ありがとうございます。わかりました。はい、我々の意見としてはそれで決定します。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい貢献ですね。はい、ではですね、今回の結果を発表したいと思います。この6名の中から今回の将棋選考合格とする2人をですね発表させていただきます。将棋選考合格となったお二人は、オオカミさんとトラさんのお二人です。おめでとうございます。ではじゃあお二人の合格した理由をですね、じゃあ瀬川先生の方からいただければと思います。はい、まあそうですね、1周目、まあ、オオカミさん、まあ、将棋の内容は残念ながら負けてしまったんですけれども、まあ、非常にちゃんと背筋を伸ばして盤に向かう姿勢と、あと一回僕なんか偽出しそうになった時にそれをこうやんわりとストップ、違うということを言ってくださって、そういうトラブルにもちゃんと対応されたところが良かったかなというふうに思いました。で、トラさん、そうですね。まず、まあ、将棋の内容はもう本当に文句なかったです。で、最初の挨拶も非常に良かったですし、まあ、姿勢もずっとこう、背筋を伸ばして、で、周りを、隣の将棋を見るとか、そういうこともなく、泰然とした態度というか、非常に落ち着いた態度で良かったですね。まあ、2周目は、こう、皆さん非常に素晴らしい態度で、非常に悩んだんですけれど、トラさんにいたしました。はい。ということで、今回は、オオカミさんとトラさんの2人を合格とさせていただきました。ではオオカミさんとトラさんのお二人は被り物を脱いでいただいてもいいでしょうか。あ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで当社の社員2人が、はい、無事合格となりました。でどうしましょうね、今回の企画。そういう話じゃなかったんで。そうですね、全員被り物いただいちゃいましょうか。はい、誰が受けてたのかということを、あ、まあ、内心お気づきになったのかと思うんですけど、2人はそうだと思いや、中村太一さん必死に強いのを隠そうとしてるんですけど、最後35手詰めぐらいなんですよ。それをちょっと本能で詰ましてしまった。本能で詰ましてしまった。先生、僕はどこが足りなかったんでしょうか。いやでも途中王と玉をちゃんと気づいて入れ替えてくれたのは非常に良かったと思います。でもちょっとやっぱ落ち着きがなかったので、でもなんかやっぱ多分なんか隠そうとするのがなんとなくて、ちょっと挙動不審だったんですよね。そうなんですよね。でも非常にでも素晴らしかったです。はい、私は何が言ってましたか。アニメさんはちょっと貫禄がありすぎて、まずちょっと、まあこの人腹が出てるなと思って、まあ、それ身体的なことは関係ないんだけど、ネクタイがこう微妙に緩んで、こうネクタイもちょっと曲がってて、もうなんか、ベテランの雰囲気が出すぎてて、将棋は非常にね、もちろん強かったんですけど、そうですね、やっぱネクタイきちっとね、そういう時は締めて来た方がいいんじゃないかなと思います。一番初めに落としました。そうです。私も本当だったら多分勝者3人のうち2人誰にするかっていう話かと思ったら、まさかの牛さんはないですねって最初に始まり、あ、そうなのってちょっと焦ってしまいました。でもゴリアさんも非常に良かったです。ずっと態度というか姿勢も非常に素晴らしくて、でただまあちょっと虎さんと比べて、まあ、やっぱ将棋の内容で選ぶのもどうかなと思ったんですけど、でも今回将棋の内容で選ぶっていう趣旨の、あ、まさかの馬さんでも非常に苦労してましたね、指すのまで見るので、まあ馬さんはちょっとついてなかったかもしれないですけど、王と玉が逆のままになっていて、それもし気づいてくれたらすごい良かったなと思ってました。だから2周目もそのままなっていたので、はい、だから、はい、も知りませんでした。すみません。
さんこんな結果になるとは思ってはい、2人ともに不合格これはどう、受け止めていいのかどう認めていいのかちょっと強いだけじゃダメなんですね。そうですね、そういうことですね、総合的に判断されるという、うん、でもなんか瀬川先生のこの将棋専攻に向き合う姿勢に感銘を受けました。いやすごい真剣で、うん、そしても厳しくて、どういうなんかこうそちらの方が厳しかったなんか断るごとにこうメモ取られてるのがすごい迫力があって、瀬川先生がね、薬とも笑わない姿勢があったりすごいなというか、なんかこちらはね、こう譜面してて、いやもうでも本当面接だと思って、はい、でもそうなると将棋の強さのみっていうのはちょっとどうなのかなと思ったところもあって、うん、はい、だってそれで言ったらもうあれじゃないですか、2人がもう合格になってしまうので、そうですね、合格にしたくなかったってことですね。いやそうなんだ、はい、ということで今回の将棋専攻の結果、ぜひ採用したいと思ったお二人は当社の社員お二人と、うん、狼さんと虎さんのお二人ということになりました。改めておめでとうございます。やっぱり社員のことにはかなわないという、そういうことですかね。で今回行った将棋専攻なんですが、第2回をですね2月17日土曜日に開催する予定となっております。第1回去年の1月に行ったんですが、大変好評いただきまして、テレビから取材いただいたりとかもあったりしまして、大変次の回はないのかというような声もありましたので、次来月開催することになりました。ぜひご覧いただいている皆さん、よかったらエントリー2月17日15日まで募集しておりますので、よかったらぜひエントリーのほどお願いいたします。この動画見たら何か参考になることありそうですもんね。そうですね、まず少なくともネクタイは上から上まで締めるということは分かりましたね。勉強になります。はい、ということで将棋専攻を受けさせていただきましたが、プロ棋士と元初三段なら就活余裕説、もう全然ダメでした崩れ去りましたね。ちょっとびっくりした。ちょっと社会人としてのマナー等を学んで、はいはい、ちょっとまたリベンジさせていただきましょう、はい、はい、いろいろと勉強になる一日でした。本当にどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。